申し訳ございませんが、はい、どうしました？ちょっと道を聞きたいんですけどもね。いいですよ。はい、よく聞いてくださいね。はい、道。ありがとうございました。そうじゃねえよお前、そうじゃねえよ。はい、三丁目の田中さんのとこ行く道が行きたいんですけどね。かしこまりました。ちょっとよく聞いてくださいね。三丁目の田中さんとこ行く道。そういう意味じゃなくてですね、道を教えてほしいんですよ。いいですよ。道をね、進入にですね、こう首って書いてこれで道、あと道と思います。これ道、道、これ間違いない。そうじゃなくて、ね、三丁目の田中さんのとこ行く道を教えてほしいんですよ。いいですよ、いいですか。3はですね、もう数字の3ですね。で、丁がね、これ難しい。おじいちゃん、アルファベットしてます。T ってあるじゃないですか。T 似たような感じなんで、ここピッて跳ねるんですよ。跳ねるやつね。あと丁目、目はもう普通の目ですよ。目って書いて三丁目。ラーチあかねえなおめえはな。なんだよまったくよ。すいません。道を聞きたいんですけどね。道。どうしたの？お金拾ったの。拾ったの？うん。で届け来たの？うん。偉いね。どれ。はい。これだけ？うん。そう。うん。はい、ありがとう。はい、ありがとう。1円はお金じゃないの？そんなことないよ。どうして？ん？何？1円拾ったんでしょ？うん。はい、ありがとうね。うん。ありがとう。まだなんかあんのかな。うん。何？いろいろ聞かないの？でもほら1円でしょ。うん。1円はお金じゃないの？いや聞きましょう。はい。どこで拾ったのかな？あそこの公園でね。うん。はい、ありがとう。公園で拾いました1円。はい、ありがとう。もう終わり？もう聞かないの？はい、じゃあ聞きましょう。公園のどこで拾ったのかな。公園のね、ブランコがあるんだけどね、ブランコ4つあるの。そのね、一番右のブランコの下に置いてあったの。公園のブランコの4つある一番右の下ね。下に置いてあった。右の下ね。右の下に置いてあったの。はい、ありがとう。はい、どうも。まだなんかあんのかな。もう聞かないの？何を聞くのあと。1円だから適当なの？いや適当じゃないよ、ないよ。だってね、お父さんが言ってたんだけどね、1円ね拾ったでしょ。落とし物を拾ったらね1割もらえるんだって。そうだよ。だからね、1円の1割っていくら？多分ね、来ないと思うよ。どうして？じゃあこうしよう。もし来たらこの1円玉をお嬢ちゃんにご褒美であげましょうね。本当？はい、やった。はい、ありがとう。まだなんかあんのかな。住所とかは聞かないの？なんで？半年ね、見つからなかったらね、その人のものになるんだって。そう。でね、その時に住所わかんなかったらおまわりさん困っちゃうでしょ。そうね、これ半年お嬢ちゃんが来なかったら、これはお嬢ちゃんのもんだからね。住所聞きましょうかね。住所聞くの。名前はなんていうのかな。岡部。岡は岡部の岡でいいのかな。岡部の岡にべは岡部のべでいいね。岡部のべに名前はひろこはどういう字書くのかな。ひろこのひろに子供の子ね。はい、住所は住所こうちょっと書いて。書けるかな自分で。ここでいいの？そこの名前の下に書いて。はい、できたよ。はい。あきる野市に住んでんだ。いくつかなお嬢ちゃんは。10歳。10歳ね。はい、岡部ひろこちゃん10歳は公園のブランコの一番右の下でこの1円玉を。拾いました。拾いましたね。で半年経ってこなかったらこれはああお嬢ちゃんのもんですからね。はいはい、ありがとう、ありがとうございました。はい、ご苦労様。バイバイ。はい、ご苦労様でした。はい、1円玉出ました。ここにあのね、おまわりさん、今度は何かな。あそこの公園のブランコの下で1円玉を落としたんですけど。おめえじゃねえか。これ1円玉持ってけよ。俺持ってけよ。俺持ってけよ。